テレビの AD をしてますが容量が悪くて困っています。カンペを出しながら出し物を用意しながらケータリングを出すのはマルチタスクをこなしつつ、とっさの変更に対応しなければならないのですが、てんやわんやで思考停止しています。どうしてもマルチタスクをこなしながらとっさの判断ができるような容量の使い方になりますか。僕マルチタスクを結構やるんですけど、マルチタスクって実はシングルタスクをいかに早く切り替えるかなんですよね。その複数のことを同時にやるんじゃなくて、一個ずつをこれやったここで終わり、次これやったここで終わり、次っていう、そのシングルタスクを早めに切り替えていっぱいやるだけなんですよ。なのでそのマルチタスクができるっていう風に考えるのが多分間違いだと思います。